ドラクエから勇者参戦です。勇者、お前ら時代遅れの武者。ランダムで表示された数々の技を使えるという妙その強いこのファイター。このラッキーテルバリごと使いこなしてみせましょう。とても嫌な予感がする。中には自爆してしまう技もあるみたいですが僕に限ってありえませんね。嫌な予感の正体を聞いた気がする。始まりました。ちなみにこれはオンライン対戦。今回勇者で VIP入りを目指します。見た目は違うけど相手も勇者みたいだね。同じキャラとなると純粋なプレイヤースキルと運が勝敗を分けますね。致命的に足りていない校舎をいかに電車でカバーできるかだな。でも見てくださいよ。今のとこ優勢、このまま押し切りますよ。なんて見事に明暗を分けたな。僕はスマブラでこのような絶体絶命のピンチに陥った時、大体決まってすることがあるんですよ。無効ではないが、純粋と罠ばかりなスキルトーンを見た。勝てば完分、次行きましょう。お相手はルイージ、横必殺技の暴発という妙想を秘めています。決めるどころか見せつけられてるな。こちらにも8分の1でスマッシュ攻撃が強力になる会心の一撃というものがあります。際立つ運対決、負けられませんよ。その前にスキルで負けそうだが、これでお互いストップ1つ。ここからだよ。いいでしょう。スキルだって引けを取っていないということを教えて差し上げますよ。メテオ、しかも下スマッシュも。地上に戻る方法を誰か教えて。手を取って教えも肯定いただく。ちょっと待って、試合が一方的になってきたんですが。お相手さんの連続攻撃、このままじゃ。あ、これ勝ったかも。本当？どうして？僕のダメージが神。で？ラッキーセブン。これは本来の戦士。これ以上演技のいいことがあるものか。こんなリスクでこのような奇跡やってたまるか。あったものは仕方がありませんね。七に感謝。今回最後の試合。なぜかって、僕の世界戦闘力から見て、おそらくこの試合に勝てばVIP入りできます。目標達成のもとに締める、最高じゃないですか。可能性を無視した最高におめでたい頭。お相手さんはおなじみマリオ。スマブラでは小回りの利く厄介な相手です。特に動きが大ぶりな勇者で戦うとなると、しかしこちらには火力の高い技がいくつもあります。それにいざとなったらコマンド選択で一発楽天技引いてみせますよ。この動画一の不安要素じゃないか。むむ。かなりの接戦、先に取りたいところですが。こうなると手数の多いマリオが優勢だな。当たれ、あれで？先に倒されちゃったよ。これはまずいな。ふ、今だー。お前は今日一度でもマシな撃墜をしたか。だってしょうがないじゃないですか。お相手は強いんですもん。だいぶも気にして勝てる相手ではありません。実況者がそこ気にしなかったらダメだろ。このままだとじりじり追い詰められそうです。ここらで戦況をひっくり返す一発を。コマンド選択の出番かな？いえ、ここは、アーマーゴリ押し、ギガデーン。タイトル、ゴリ押し勇者に変えた方がいいな。そんなこと言っちゃいますか？いいでしょう。正直最初に触れた割にあまり活用してませんでしたし。コマンド選択、これで強力な技を引いてフィニッシュです。あ、余計なこと言っちまったか。どんな技があるのかな？楽しみだよ。今のところピオリムやタメルといった強化技しか使ってませんからね。イオ系による爆破攻撃やガチ系による即死攻撃など、どれが出るかは僕の運次第。いきますよ。これが最強の運任せ勇者。いやー、結果的に嬉しい悲鳴だったな。これが自爆技。肝心なところで出しちゃったね。うお、こんなに惨めな勝利を収めたのは初めてですよ。あ、VIP入りしました。こんな奴を VIP に入れるな。